さあここブルネイの沖ではシマノの電動リールホースマスターの800、そしてビーストマスターの6000、9000と小さなリールから大きなリールを工夫しながら使っていろんな魚を釣ってみたいと思います。ではまずはこのライトゲームについているホースマスターの800、これで日本針の天秤仕掛け回転付近に下ろしましょうね。竿先に糸が絡んでないのを確認してプロペラに仕掛けが絡まないように速やかに下ろします。クラッチ切ります。クイッククラッチ、ちょっと工夫1点工夫する、シャラが数歩貫通変更やで、とてもスプールの回転が速い、そういう海底につくのがねとても速いですね。仕掛けの効果速やかにスムーズです。このホースマスターの800のように小型の電動リール、シマノは片手で右左よそぞそと回片手で全てコントロールできます。海底に着いたらこのクラッチの切った時のボタンの上の方、右上この黒いボタンを押すとクラッチが戻ります。クラッチダイヤル、テントンリールダーリーリャン、以下モーター、以下ドラグ、サンライズ数歩ドラグ調整でね、数値調整、ついハウダドラグナリ数値ジェティン、マサンダオラマサンダオラ、サンライサンライ、漂亮漂亮两条两条マーマチ、そして小さいのと大きいのダブルでかかりました。マーマチ、これは今電動リールの中に誘いモード、ジギングモードでもいいですけどね、自分で好きなリズムを記憶する、また電動リールの中に入っている3つのパターンを利用してボタン1個でこういった動きを勝手に電動リールがするわけですね。見てください。ここはピックアップボタン、ポンピングと一緒、サンライシャララスホーシャララスホー、わー漂亮。これビーストマスターの両肩無線 B 線両号リーダーは40号。よすみ、うすみ、すすみ、
来再来。红杆红杆 amberjack。OK。まだまだねリールの方は余裕がありましたよね。おい。ヘイオリー。ビーストマスター両チェン。はい、オカンツスチェルマーレラ L イーパイリョスウー。这个地方很 soft， 但是这里很强。所以一点点 soft， 所以脱钩没有，很少很少。硬的杆子有时候脱钩，所以一点点 soft 的杆子。脱钩没有，很少。上来。Brunei 风干很多，很好环境，所以很多鱼。有时候小电动力，有时候重的电动力。有时候他的很有力的电动力度，三个电动力度是用的。あの煙そんなに曲がってないよね。風そんな吹いてないかな。今150で、今先ほどと違って140メーターの水深で150メートルで海底に着きました。だんだん流れが安定してきて魚が当たり始めましたよね。これは全数字へ共通していること、涼水潮の流れはとても魚釣りで重要です。ですから速やかに仕掛けを下ろして、でまた仕掛けを上げてくるときも流れがどうなっているのか、ただ巻き上げるのではなくて巻き上げてくるときのラインの角度、こんなのも注意してね、見ながら今がいいのか悪いのか、この辺も判断できます。このシマノの電動リールには仕掛けを巻き上げるときのスピード、そんなのも表示されます。まあ、こういった細かい機能を利用するとよりね、いろんな情報が正確に分かる、とても便利な機能たくさんついています。日本の場合は大きい海流が黒潮、親潮、リマン海流周囲を取り囲んでるんで、一度潮が変わってくるとしばらくダメな時間が長く続いたり、いい時間っていうのはあまり長く続かない。だからこの時間をすごく大事に丁寧にそして効率よくするんですけども、ここの海意外と大きな海流よりも緩やかな流れ、これねがあるのであまり悪い時間が続かない、とてもね釣る人にとっては釣りやすい環境です。それでもやっぱりいい時間いい場所、この時に速やかにタックルを操作して効率よく釣っていくと、よりねいろんな魚がまたチャンスを逃さずいい釣りができると思います。島の電動リール水温な水砲、上来巻き上げ、前線だ水砲以下テクニカルレバー、はいよ、ポースマスターパーパイスマートダイヤル、はい、いいか、ピックアップボタン、ウィン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 、ズームスちょい巻き、その時に一番いい自分が使いやすい方法を工夫しながら使ってください。そうすると本当に仕掛けが思いのままに動かせる、意のままにコントロールすることができます。今度は海底が140メートルに対してラインが何メートルですか、この液晶、現在一杯二十、一杯三十、一杯二十五、大概入っていたほら、所以プラス10メートルから15メートルですね。これは潮の流れの関係です。たほら、お、来
こうピックアップスピード、変更アイダー C1 変更アイダーズをメニューボタンメニューボタンから、選べます。31段階一二三四五六七八九十三十还有三十的下次high speed HI 现在的 pick up speed 4G 的所以下次 high 很快的最快的 speed change带有办法不一样乱数以下以下以下の時はゆっくり所以スピード3ウーチーパー、本間还有スーパン还有、想怪的怪的コントロールの時候、3数还有ハイスピードチェンジ很简单ね、メニューボタンから簡単にできます。ブルネイ、新加坡、还有马来西亚的鱼很漂亮，还有很好吃。拜拜，スナッパー。さあここでは大盛り、そしてハリスを一広ぐらいつけて、カツオを半分に割りました。針は五つ两か。一个多，一个 two。左肩 Beast Master 还有看子 Alusiera Kihada， Kihada 是日文，翻译为 Yellowfin， Yellowfin 的看子。あの鳥。鳥がいんとこ魚いんから。三角のバンファーちょっとあの使い方を工夫するとあの、まあ、もちろんこのカンパチの5倍10倍もう大きいカンパチがねこの電動リールを使って釣ることができます。三角のバンファーおい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 より、へより。さあもう海底付近だけ抵抗したけど、もう上に来たらね、だいぶ魚の方も弱っています。サモユ、本館ま、おお本館本館。オッケー。電動リールへより貫通へよりをメリージョッソン。今回はシマノの電動リールフォースマスターの800そして6000、9000小さな電動から大きな電動リールを使ってブルネイの沖で釣りをしました。釣れた魚はマーマチや海底付近にいるいろんな五目、いろんな種類の魚、そしてカンパチ、電動リール、各種サイズが違います。
大きい電動リールは大きい魚、小さい電動リールは小さい魚という観念は今までの観念です。現在シマノの電動リールは小さな電動もとても力強く大きな魚を釣ることができます。使い方一つちょっと工夫するだけで小さな電動で例えば40キロスースーコンチニタ本艦アンバージャックカンパチをすることもできます。使い方ちょっと工夫してシマノの電動リールの機能をフルに使いながら楽しい釣りをしてください。ブルネの海とてもいろんな魚がいます。そしてもちろん小さい魚から大きい魚まで、その時間その場所によってだいぶ変わってくるのでね、ぜひ工夫しながらシャンカゾンバンファ、この言葉ぜひ皆さん覚えてください。工夫するだけで大きく変わります。シマノの電動リールです。